皆さん,こんにちはただより、えー、合格発表を踏まえた今後の対策というタイトルで、えー、お時間30分ほど頂戴いたしましてですね、えー、第69回税理試験の結果を受けたですね、えー、今後の対策、まあ、今後の準備の仕方ですね、えー、こちらについてのお話をお少しさせていただくというところになりますえー、遅ればせながら本日担当させていただきます私レッコの富田でございますどうぞよろしくお願いいたします はい、そしたらね、えーまあ、今日はあのガイダンスというかあ、まあ、皆さん方にですね、今後、税理支援、えー、来年以降の、ね、対策をどのように進めるかということですね、まあ、アドバイスというとおこがましいんですけどもお少し僕の方からですね、こういうご提案あ少しです同、ね、じのをさせていただければというふうに思っているんですが、まあ、あ先日、ですね、えー、今申し上げました通り 69回のの、ね、の、えー、税理試験の結果の方が出ました、まあ皆さんのお手元にも既に合格通知、えー、届いておられるというところだと思うんですが、まあ、今年度に関しましてはですね募金、えー、論財務諸評論ともにですね、まあ、合格率が非常に良かったというのが、まあ、結果でございましてね、えー、特にまあ材料に関しては去年がね珍しくと言っていいぐらい 合格率がちょっと低めだったので、まあそのことを考えると、今年はまあ元に戻ったかなというところがございます、えー、財務諸表論に関しては合格率が18.9%。 ね、で簿記論に関しましては、まあ、今年17.4%なのでこれは去年もねそこそこ率は高かったんですけどもまあ今年もですね高めの合格率を維持することができましたとおういう状況になります、まあ簿記論代表を合わせていわゆる会計科目全体でもね、えー、30%超ぐらいにな,なるのかなあ合格率う増加率という部分でいうとね、まあ、非常に増えてるとおういうところもございますんでまあ皆様方もですね、えー、いい結果が 年末クリスマス前にね、まあ、届いた方もお,おいでになるんじゃないかなというふうに思いますただまあ高い高いとは言ってもですね、えー、やはりそこは税理試験です難関試験でございますからあ高い合格率と言っても財票の 18%19% 弱ですよね、えー、いう数字までしかいかないところになるから、まあ、逆に言えばね一生懸命努力をされた方々であっても8割程度の方々はあ残念な結果になってしまうと。 おいうのがやはりそこは税理士券の厳しいところなんだよね。で現実的にまあ結果空いてですね週末ですか空いてその日のうちにまあ何人かの方々からご連絡もいただきましたしで翌日ね土曜日の段階でまあ相談会をさせていただいたんですけど、まあ、新宿校の方でね私させていただいたんですが、まあ、そちらの方にもね 僕の授業を受けていただいた方々があお越しいただいて、まあ、合格状況をご報告をいただいたりね、えー、あとは、まあ、お電話でご連絡くださった方もいらっしゃいましたまあ皆さん、あのー、いい結果がね基本的には出てこられる方々ばっかりだったんですけどもただね、えー、新宿にお越しいただいた方なんかはあまあ,あ募金論は59点もう59点なんていうとほぼ受かってるのと同じなんですけどね え59点でまあ残念な結果になっちゃったけどまあとりあえず代表の方はね、えー、無事合格という方もいらっしゃいましたし母宰同時に受かりましたという方もおいでになりましたしまあ今年はですね比較的いいご報告を頂戴できたのが早い、えー、そうだよねペース的にも早いうちにご報告をいただいたりというところがありますんでまあやはり率の良さというものが一つ現れてはいるのかなっていうふうに僕も実感としては思っていますがただね まあ今申し上げたとおり、その、新実行においでいただいた方もですね、非常に優秀な方です。非常に優秀な方で、ただまあ、やっぱりね、えー、初めての税理試験の受験というところもあって、まして1科目目が簿記論ですから、まあ、ちょっとご自分ではね、考えられないような、あーイージーミス、えー、ポカミスというふうにご自分ではおっしゃってましたけどね、それを数か所やっちゃってると。なあ,あれがなければ、あ確実にね、 まあ合格できてたんだろうなっていう悔しい思いをされてるというような状況もありましたがででもそういうういい方多いと思うんですよ結局ねあのー、本当にねまあごく一部の方を除いてですけどやっぱ税理試験の会場に行くね試験受けに行くっていう方はそれぞれの期間あーしっかり努力をされてですね、えー、試験に挑んでおられる方々が多いわけですからまあ本当にね 合格される方とそうじゃない方っていうのはそんなに大きな差がねあるわけでも正直なし、えー、その彼なんかもそうだったんですけども本当にあと数箇所いつもの実力通りのね回答作成ができてればああ母材ダブルでっていうところだったと、ね、いうところでございますけどもまあそこがねやはり本試験の怖いところだったりもするからまあああふりの力がね出しきれなかったと。 いうようなところもあったみたいです。ただまあ,あ彼とかはね、あの来年に向けてもうしっかりやると。 おー一回ね、まあ、税理士試験というものを経験したので、えー、来年はもう少しうまいことをやれると思いますというふうに心強い言葉も言ってくれたんでね、まあ、そこは僕はあの心配はしてないし、まあ、本当に彼なんかは来年ねあの受かってくれるそうだとは思うんですけどもおそういったね、まあ、引きこもごもと言ったらいいのかもしれませんけどもお,お話をねいろいろ頂戴したと。 いうようよなな状況になっておりますでまあいずれにしましてもですねあのとりあえずこれで69回の試験の結果というのは出揃いましたまあ,あ今皆さんの中にはですね、えー、もう少しこういうふうにしていけばよかったとかああいう対策を取ればよかったとか、まあ、いろんなね、えー、感想をお持ちの方もいらっしゃるとは思うんですが、まあ、それはねあのご自分があ本試験に向けて 勉強されれた一つの得た経験でございますからそれはやっぱりね人のやり方とか人の経験も無駄ではないけどもやっぱりご自分が実際経験したものに勝るねえ教訓というものは絶対ないはずですからまあそれをねしっかりとご自分の中にまあ取り込んでいただいてねえ来年以降の試験にねつながるようにしていただければとこういうふうに思うんですけどもまあ今日はねあの今後の対策の取り方だよ。 いうタイトルなんで、まあ、やはり皆さん方ね、あのー、合格した方もそうだしそうじゃない方もそうですけどもまあもう次に向けてねすなわち来年の試験に向けて準備というものを動き出さなきゃいけないね時期には来てる。うー実際に、まあ、講義自体はね年明け、えー、から 始めるというようなタイミングになるのかなというふうには思うんですけども、まあ、そうだとしてもねやっぱりそのための下調べであったりとかあ学習計画であったりとか、まあ、そういったものはこの年末年始、えー、少しねお休み取れる方が多いとは思うので、まあ、そこら辺でねやっぱりご自分の中である程度計画立てて作っておくと。 まあ,あこの計画通りねなかなか思った通り進まないっていうのは、まあ、当然、えー、これだけをやってるわけではないでしょうからいろんなことをおやりになりながらお仕事されながらとかねお子さん育てながらとかねいろんなことやりながら皆さんあ勉強を進めていくんで、まあ、そもそも計画通りに勉強を進めるっていうのは非常に難しいものではあるただただ立てなきゃどうにもならないのも事実なんだよね、えー、やっっぱりりり行き当たりばったばで えやってってもやっぱりね、えー、なかなかあ勉強が思うように進まなくなっちゃうというところは当然出てきますからある程度のね基本のラインというものはご自分の中でやっぱ作っていただいて、えー、それに沿った形で極力進めるとでずれてきてしまった部分で、ねまあ、例えば1ヶ月経過した段階でじゃあこれぐらい予定とずれてるとでずれた部分をどうやってえ改善していこうかないしは対処を取ろうかいうことはやっぱりその場その場で考えなきゃいけない。 えー、いうようよな現実的な問題としてあるわけですねで実際問題としては、まあ、税理試験はもう皆さんお分かりの方多いと思いますけどもゴールデンウィーク明けからはあ講義としての、ね、講義としてのいわゆる直前期の授業が始まっちゃうわけですだそうするとやっぱりいわゆるインプット的な部分というのはゴールデンウィークいっぱいぐらいまでである程度完結をさせなきゃいけない特に会計科目といわれる募記論裁判に関して言えばですね、まあ、やはり、あのー、ほ,ほとんど全てのね インプット内容というのをまあゴールデンウィークまでで終わらせるのはもとよりやっぱりそれに見合っただけの問題演習をやんなきゃダメなんですね、えー。これはもう税法科目でも計算が含まれる以上当たり前なんですけども計算というのはもう皆さんねまあこれはもう社迦に説法みたいなもんになっちゃいますけどね皆さん方も経験値としてもうよくお分かりでしょうけどねどんなに内容のイメージが分かってでもやっぱり実際に手を動かすと。 ね、問題を解く込むという作業をやらなければやはりね迅速さであったりとか正確性っていうのはね確保できなくなる。ねまあ、結局のところ気丈の空論でこんな感じだよいうとが分かってるっていうのは税理試験で求められる要素ではないのであくまでも内容の理解をした上でじゃあ具体的に回答を出してくれと計算をやってくれと、ね、でその正当を導き出せるかどうかを見させてくれよというのがやっぱり試験の趣旨なわけですからあそういう前提から考えるとね やっぱどん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 問題演習回していかないといけないのでそういった時間というものを考慮しながら学習計画っていうのはやっぱり作っていくということは必要になってくるはずですからあのー、その点はちょっとご考慮いただいてですねやっぱりねプランニング学習計画というものはある程度自分の中で立てるとあの正直言って無理な計画はやめた方がいいですよどう考えたって無理なのは。 あのー、例えば毎日3時間必ず勉強しますまあこれはね一つ何とか頑張ってやっていただきたいラインかなって僕は個人的には思う思うけどね例えばあの毎日ね,ねなかなか今はそういう人もいないのかもしれないけどもお仕事と家事のことを考えるとね、えー、現実的にまあ1日3時間勉強やっちゃうと睡眠時間が2時間3時間しか取れないとまあそれでも平気だって人はいるかもしれないけど一般的にやっぱそれはちょっと体に対する負荷が強すぎるでしょ でそんな無理したって結局あの本試験前に潰れてしまったら意味がないのでやはりね実現可能性ということを考慮しながらプランニングってのは立てなきゃダメですけどもおある程度、まあ、無理をしなきゃいけない時期というのも来ますけどねあもう来ますよ絶対、えー、難関試験の勉強やってれば当たり前ですあの無理せず勉強できる人がいないですからみんな無理はする。 するんだけどもそれがちょっと行き過ぎちゃうとやっぱりまずいのである程度ね実現可能性を考慮しながらやっぱりプランニングを立ててですでそのおプランニングを、まあ、立てるにあたってもね具体的にどういう形でじゃあ受験戦略を狙おうかというところはまずあると思うんですがあの特にね私の方で担当させていただいてる、まあ、いわゆる会計科目 ねえー、ボキロのパーフェクトっていうクラスであったりあと母材の横断のクラスであったりまあそういったところを僕担当させていただいてるしあとは上級っていうクラスもね受験経験者向けの担当させていただいてるんですがまあいろんなね、えー、予備校なんかもクラスというものは各校さんがあー設定をしてまあ,あラインナップは揃えてるというところはあるんだけどもじゃあそのね スクールを使うか使わないかっていうところも含めてなんですけどどういう形でね来年に向けての準備をするべきかって言った時にまあ会計科目でねえ残念ながら不合格になってしまったねえ望んだ結果にならなかったそれはねあの全然普通にあり得るさっきの話じゃないけども能力が高い子でもやっぱりね思ってる力をそのまま答案用紙にね全部出し切るっていうのは難しいんですこれはで難しいんで結果ねですか あ残念な結果になってしまったという方もいらっしゃると思うんだけどもじゃあその方々が来年に向けてねどのように学習ペースないしは学習計画を立案するかというところがまずあると思うんです。で特にまあそうだな僕がメインで担当させていただいてあるのが、まあ、その母災横断であったりあとは簿記論のーパーフェクトというクラスになるんですけども簿記論という科目の特性に立脚した場合ですね 来年の試験ねっ、まあ、今年ダメだったんでじゃあ来年の試験に向けて何をするべきかといった時にまあいろんな選択肢あると思うんですけどあの多くの場合ですねもう記論の受験勉強終わって今年例えば9月ぐらいからね税法の勉強入ってますという方も中には全然おいでになると思うんですよ。ね現実的にそれはあると思う。でその税法の勉強にもうお入りになってる方は。 まあ基本的なスタンスとしてはもう新しく勉強を始めていただいた税法というものを重きを置いて勉強を進めてもらうというのが基本にあるのは間違いない。だって途中で別に辞める必要はないじゃないですか。あ辞める必要はないわけでここまで9月以降ね勉強を始めていただいてるんだからそれをまあしっかりとまず身につけるようなことを主体に据えながらじゃあボキロの受験どうするの言った時にこれはね一つやっぱり今回の結果というものが 参考になると思うんです、えー、例えばですけども今回ねあの不合格であった方々は結果通知点数で、えー、入ってると思います。えー、59点以下だと、まあ、結局不合格という実現になるわけですけどもあのー、ざっくりした指針で申し上げると50点を超えておられる方々であればまあ基本的に税法やってるんだったらねその税法をメインに据えながら あ50点超えてる方々であればそうだな例えば簿記論の授業をまあベーシックな初学者向けのクラスとかをもう一回一から受けるなんてことは必要ないはずなのでその方々は例えばですけど一つのご案内として申し上げれば上級のクラスね受験経験者向けの上級クラスというのがありますまあこれはあ基本的にまあ講義全体の数も少ないしでうちの場合だと半分講義で半分問題演習なんですよ。 ね、講義全体の半分があ通常のまあテキストを使ったインプットで、えー、残り半分はもう問題演習で問題演習にしてもこれはねあの入門のクラスの方々がお使いになってる月齢試験レベルの問題を使ってまず解放の確認をしたりとか使用論点の確認をするっていう演習の機会もあるしあとはね 純粋に上級騰錬っていう形でこれも受験経験者の方々対象ですから、まあ、正直言って直前期の騰錬レベル、まあ、正直言ってそれよりちょっと難しいかもしれない、えー、ぐらいのちょっと高レベルの問題を解いてもらうと。で,でそれを解いていただくことによってまあ単純な話もうすでに50点超えてるということは基礎力が十分身についてるはずですからその能力試験間際の能力にまた戻していただくとと,ともにプラスアルファ上乗せを図っていただくと。 いうようよな講座がありますんで、まあ、これ自体はね今申し上げました通おり、まあ、受験経験ある方の中でね、えー、それなりの点数を残すことができた方でいらっしゃれば、まあ、こういったコンパクトな授業を使っていただいて、まあ、メインは税法でねやりながらとかでいいと思うんですけどももともと膨論の上級自体は数が少ないので、まあ、それを併用しながらあ試験を迎えてもらう来年の試験を受けてもらう。 いううのも一つでしょうしまあ、あとはねあのとりあえず今年はもう始めてる税法があるんだったら税法に集中していくというのも一つの選択肢かもしれないそこら辺はねやっぱご自分がちょっと置かれてる状況、えー、例えば毎日毎日ねコンスタンスに勉強時間を確保できる方もいらっしゃればそれが難しい方もいらっしゃると思うんですでそうなった時にねそもそも今の税法の勉強もかなりきついのに そこに無理してボケロン乗っけることにそんだけ意味があるのかって言ったら正直僕は微妙だと思うんですよ。そのできればやった方がいいですよ。ねやっぱり間が空いてしまうとどん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 演習力というかな問題の対応力が落ちますんで、えー、それはできるんだったらやった方がいいけども無理して始めたって結局ね2つの科目がどっちつかずになっちゃってねえー、どちらも合格レベルに達しないまま本試験迎えちゃう結局意味ないんですよ。 急がま周まりの話がある通りですねあ何でも授業を受ければいいって話じゃないんで、えー、特に会計科目に関してはやっぱりね演習量ってのは絶対必要もっと言ってしまえば税法だって計算論点が含まれる科目である以上はこれはやっぱり演習やってなんぼですからね。でそれをやっぱりこなすということを考えてプランニングってのは立てなきゃいけないからあーご自分の置かれてる状況とまあ2科目をね 実際に勉強するにあたってそれが自分にとって実現可能なのかどうかということは少し考慮しながらね、えー、受験戦略っていうのはやっぱ練ってもらうというのは一つだと思います。で一般的にはまあ上級レベルの講座であればね、まあ、今申し上げた通り一つの目安ですけどそうですねやっぱり50点超えておられるような方々であればあその演習メインである簿記論の上級とか代表の上級とか。 あこういう論点をね、えー、潰していっていただくことによって、まあ、講座自体の数も少ないんでね、えー、十分来年の試験に向けて、えー、合格力高めていただくことは可能かなというふうに思います。でじゃあ逆に言うとね50点に達しなかった方はどうしたらいいのというところはあると思う。 まあさっっきも言った通りね実際知識は持ってても本試験で大きなミスをしてしまうことによって連鎖的に試験点数を落としちゃうこれはありますからあそこはねやっぱりご自分の状況をいろいろ勘案していただかなきゃいけないところはあるけどねただ僕が一言言いないのは僕上級の担当もしてるんで言えるんですけど1回ね1回受験経験があるから2回目はじゃあ上級っていうのはちょっとそれは僕は違うと思います。 まあ確かにプラスアルファ応用的な論点を見たいとかあ実践レベルの問題をどんどん解きたいとかその気持ちは分かるんだけどもただねやっぱりあのー、本試験の結果どうこう考えた時に、ま、た例えばですけども今回の試験においてもね40点台前半でしたとかあ30点台でしたとかそういう方もおいでになると思いますよ。で思いますけどもそういう方々は正直言って無理して上級選んでもあんまり得るもんないです。 というのも上級の授業っていうのはこれはもうどこの学校さんでも多分っていうか間違いなくそうなんですけどベーシックなクななラスででやってるる論点をお話しすす時間がないんですよ、ね、ベーシックなクラスでやってる本当に基礎的論点についてお話しする時間がない。それはそうです。だって授業は少ないんですから。 で授業自体が少ないんですからとてもじゃないけども同じ説明をもう一回一からやるってことはもうできないんですね。そうするとそういった部分についてのある程度の得点力が持ってる前提じゃなきゃいけないんです。そうするとね何が生じるかっていうと結局のところ得点状況としてそんなに点数を伸ばすことができなかったって方は意外とですねまあいわゆる入門クラスっていうのかな。ああ初学者向けのクラスでいうとこの前半の講義。 まあ、うちなんかではテキストで言うと1分差済二2分差済まあ勝負を分けるんだと僕ずっと言ってるんですけどもそういう論点の正答率が低いから一般論としてやっぱり得点が低くなっちゃってるっていうのは考えられる言い方変わると僕なんかもう有形固定資産の話有価証券の話現預金の話こんならもう絶対取ってくれとね社債なんかでもそうですけど普通社債とかそういう論点が出てきたら絶対取ってくれというお話をさせていただいてるんですがあのそういう部分の失点がなければもう少し点数は絶対伸びるはずなんですよ。 ね、でやっぱそういったところでミスが出てしまうってことは、まあ、逆に言うとやっぱりそこが固めきれなかったっていうことだからそうなってくるとやっぱねそううういいいいっっった部分ををしっかり固めるよななな勉強っていうのを考えなきゃいけないすなわち何でもかんでも2回目だからじゃあ上級のクラス行きますって言っちゃうとねあの結局のところ基礎が固まってない時に応用論点の話聞いてもね応用論点の説明の解き方を覚えるっていうふうになるんですよ。ね 自分ではそんなつもりないかもしれないけど結局知らず知らずの間にその説明の問題の解き方を覚えるような意識になっちゃうんです。でもねまあ皆さんもうお分かりの通り簿記も財布もそうだけど税理試験って暗記力を問う問題じゃないんでねんだから説明の解き方を覚えたって資料の出し方変えられてくるわけで本試験では。そうすするやっっぱり根本的ななな部分が分がかって,ないって,ないっていい人解けでよってことは一生懸命上級で苦労していただいてね に難解な論点の問題の解き方的なものを一生懸命覚えたのに結局何の役にも立たないって話になっちゃうでおそらくですけど上級なんか解いていいいいてててただも全然出てないと思いますよでそれではね何でもかんでもレベルの高いものをやればいいということではなくてね結局税理試験っていうのは今も言ったけどうちの教材でいうとこの一二分冊目の領域がちゃんとできる人ってねやっぱりいい結果つながってるんです実際に。 そういったところができるかどうかなんです。で例えば、この間の本試験、69巻の本試験は、あ簿募論で連結会議が出ました。で、連結会議が出ましたけどね、僕は当日等の回答速報でも言いましたけど、あんなもん別にできなくたっていいんですよ。どかなくたって全然いいんです。まあ、溶けた解いた方がいいでしょうけども、解かなかったことによって、じゃあ落ちてるかって、落ちてないですよ。全然落ちてないですよ。実際問題、 あの論点少し見たけどもちょっと資料の与え方がねやっぱり連結といつもの連結と多少違うようなところがあったりのれんを書しさんに入れなきゃいけないとかねあったりしたからちょっとなんか癖があるなと思って、まあ、連結自体そんなに経験がない方だったんですけどその方はですねもう別に連結なんかは後でいいやと、ね、でほぼ説いてないですよその人、ね、で全然余裕で受かってます受かるんですよね 別に連結会計なんかできなくったって受かるんですよそんなもんで合否なんて決まんないんです決まるのは基礎論点なんですえ基礎論点がちゃんとできてるかどうかなんです基礎論点ができない人はどんなに難易度の高いもの一生懸命いろんな視点で問題見たってね結局それは解き方になってるだけだから試験に挑んだっていい結果にならなくなっちゃうのよだからそれは今回の本試験はある意味いい教訓なんです何が本当に大事なのか 本当に連結ができないことによって落ちてる人がいるんだったら僕は会いたい。ですかそれは絶対ないから。ね、間違えなくないですよ。それはちょっと現状把握をもう一回やり直さないといけないです。連結をできなくて落ちましたって人は絶対いません。100%いません。 そうじゃないです原価償却の話であったりとか無形固データも含めてだけどね償却行為であったりとか現預金の話とか商品売買とかそういうベーシックな部分が難しく難しく作られるのがやっぱ税理試験じゃないですかそういうところでちょろ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 やっぱり失点をしてしまうから差が開いていっちゃうんですよ。そこなんですよ実際結果に開きが出るのは。えだそこをまずちゃんと認識していただかなきゃいけないのでそういう論点がどれだけ大事かっていうことを今回のね 試験で悔しししいいい思いををたた方は特にやっぱ認識をしていただく必要があるだからそういう前提からするとやっぱり試験の結果としてね、えー、30点台だった40点台だった方もいらっしゃいますよ当然います税理試験ですから難しいんだか,だからそういう人たちは再度何を考えなきゃいけないかって言ったらそういうね連結会計みたいにもう授業でいうと後半でやるような応用的論点のところに意識を向けるんじゃなくてですか そういうベーシックなところがじゃあどれだけ取れてますかっていうことを再確認しないといけない。でそういう前提からすると受験経験があるだから上級っていう選択肢を無理して取る必要はないんです。初級のクラスだっていいんですだってそこでしっかり基礎を固めて再度ね自分の中で解き方であったり問題の趣旨であったり、ねまあ、もう根本的に要求してる内容が何なのかっていうことを理解し直すことができればそれが皆さんの試験ちゃんと欠陥つながるんですから。ね そうなるとやはり得点状況を考えていただいてある程度の得点が詰めた方であればそういう状況などの選択を取るとでそうじゃなかった方々に関しては例えばねもうさっきの話じゃないけども9月ぐらいからもう新しい税法やっちゃってると、ね、じゃあ募金論をまた入門からやるというのは結構大変だと思うのでまあそしたら今年は基本的にはもうその税法の事業に専念をしながらねじゃあ募金論代表については去年の。 ね、この間のの間試験の直前期に解いた等連あるでしょであ,あいったものを使ってそういう基礎の部分をしっかりと見直し解き直しをすると、ね、で試験に向けて準備をするとお直前の登連だけでもねちょっと大変だろうけどもやっぱ受けていただいて、えー、来年の試験でねリベンジを果たすとまあいうようなことを考えていただきながら学習プランニングっていうのはね 立てていいいいいただくののが一番いいのかなという,ふうに思いま,す、ね、まあ簿記論前提で今少しお話しさせてもらったけど財表でも同じですよ。財表でもあの間違いなく言いますけど今回ね合格のご報告いただいた方々あ僕のクラスの方々は軒並み軒並みですけどやっぱりあの計算でね僕は常に僕のクラスに関しては財表の計算は40点を死守するとおいうスタンスでやってくれと。 いうふうふに申し上げてますんで、まあ、この間の試験に関して言うと40というラインは少し高めっちゃ高めかなっていう気はしますただやっぱりみんな答えてくれてね40超えてる方々ほとんど、まあ、40ちょっと割った方もいらっしゃったのでね自己採点でまあでもその方も受かってますでやっぱり基本の目安は40ですよあの35とかねちょっと目標に置くべき数字ではないです、えー、これはもう人によっていろいろだと思いますよ、まあ、理論重視でいく理論重視でいくんだから計算は35点でいいんだ まあ言うのは一つのはつ考え方かもしれませんがただまあ理論重視っつったってこの間の試験なんかもそうだしその前の試験もそうですけどねあの計算できる人とねじゃあ理論面でやってる人で理論取れてるところってそんなに違いますっつったらほぼ被ってますよで当然ですけど計算できる人ってあの理屈が分かってなきゃ計算ができませんからあー当たり前ですけどどっかで覚えりばいい話じゃないんでねそれはもう皆さんよく分かれる通りだから計算できてる人ってある程度理論取りますからね。 えー、そうなってくるとやっぱり今の財務省世論の試験っていうのは理論に重きを置くとか理論で勝負をかけるっていうのはやっぱある程度の得点が取れる人が言うべき言葉なのであってじゃあそのある程度のラインって何っつったら正直言ってどんなに低く見積もっても3535終わ35ったらもうちょっと駄目だろうねあの理論で勝負をかけるって言葉は去年おととしの問題この間の試験とおととしの問題かねえー、を見た時に僕は成立しないと思いますね えと思いますよそうなってくるとま財、あ、布の方々もねあのー、まず計算力ね、計算でまあ、自己採点ベースでいいですけどもこの間の試験でじゃあね35でも37でもいいですけどもそれぐらいの得点状況になってるかどうかまずこれは確認した方がいいですねあのー、そこにちょっと足してないということであればやっぱり計算をまず立て直さないとダメですー計算でしっかり立て直しを図っていかないと まあ仮にですよ自己採点でじゃあ30点でしたって言った時に今の話じゃないけどね僕のクラスの方々で自己採点ベースやっぱ42とか43とかいるし45点以上もいるんですよ。でそうするとですよねもうそれだけで12点とか開いてますからねそうでしょ12点差が開いちゃうんですよ。それ理論でひっくり返すってすっごい大変ですよ。理論で12点の点数差をひっくり返すってまあ大変だからね。 でなおかつ今も言いましたけども計算できる人って理論が全くできないなんてことないですからねあの自分の中でやっぱり処理に関する考え方を持ってますからあーそれに即した形である程度の理論の対策取れちゃいますんでね当然試験間際になったら理論の問題を対策はしてきますからでそうするとやっぱり計算を、ね、ある程度ちゃんととめていいいかないと厳しいでだから代表の、ねえー、結果を見てですよ 得点状況をチェックされてです、ね、うんやっぱりそうだな上級というものを一つ選択肢に入れていただくんであるならば、まあ、僕は個人的な感覚で言うとやっぱり35うーん35前後の点数は必要だと思います。で例えばこれが20点台になってしまったとかっていうことであれば無理してやっぱり上級に行く必要はないかな。 あのー、材表の上級に関して言うと、まあ、僕ではなく波シ先生のご担当になりますけどもやはり上級論点というのは比較的ね初学者の段階ではそんなに時間をかけるウェイトが少なかった理論の方をちょっと重視してやっていくという方針に変わるんで,でそうなってしまうとやはりですねあの計算についいてのの確認をすする時間ってのはやっぱ少ないんですよでそうすると、まあ、この間の試験でやはり材表の本試験で20点台ということになるとですね 基礎論点の部分で大きな失点が結構生じてるはずなんですねで。そこのご確認を自分でクリアできるという前提があるならばいいんですけどもうーんやはりちょっと20点台っていう状況になってる方は無理して上級に行く必要はないと僕は思う。基本的には小学者向けのクラスで特にご自分がね 自己採点結果使っていただければいいと思うんですけども苦手な論点だけをつ,つまむような形でもいいですから規則期の授業をしっかりと潰していって自分の中でそういったものに対する処理論というものを確立していくというような形での勉強のスタンスの方が合うと思うんでねまあいずれにしても何らかの形でねご自分の,その弱点であるところを克服していただくという努力はしていただかないといけない。でその上でいずれにしてもねあのゴールデンウィークーの直前期の当連は やはり来年ね募金の代表というものを受験の選択肢に入れていただくのであればこれはやっぱり受けていただく必要はあります。あの直前の当選を受けないでちょっと本試験に挑むっていうのはちょっとそれはかなりリスキーですようーん。そこはやっぱり毎年毎年ね試験医の先生のお考え方も出てきますしねえ で、この間の69回で出題された論点の影響も出てきますから、まあ、当然全く同じものは当然出ないわけでね。でどの予備校さんも来年は来年の試験に向けた予想問題というのを直前期は作ってくるんで、まあ、そういったものを使っての対策っていうのはやっぱ必要だと思いますからいずれにしても直前期においてはそういったものをねご考慮いただきながら学習というものを組み立て,ていただくということは必要になるかなというふうに思います。ままあなんんかね、ちょっっっとととりあえずいろんなことを言ってしまったんですけども、 まあなかなかねこれも本当に総論的な話しかこういうものってできないのであの皆さん方お一人お一人はかなり状況の違いがあるはずなんですよ。おそうなってくるとね私の場合はどうなんだとか僕の場合はどうなんだろうっていうのは当然出てくるはずですからまあそういった部分についてはねそうだな例えばあこの年末から年始に向けてはですね、えー、私の方もまあちょっと場所は限定されてしまいますけどね、えー、新宿 新宿エルター本校で、えー、受講相談会を今後も開催させていただく予定がありますから、まあ、そういった機会をねもし、えー、おいでになれる方はですね 直接ちょっと足を運んでいただいて個別の状況をお聞きしながらまあこういったものはどうですかっていうことでお話しさせていただくこともできると思いますしまあなかなか新宿とかにおいでいただくことが各本校の方にね直接おいでいただくのが厳しい方はあお電話でも全然大丈夫ですからまあうちの方でね学習経験を持ったあスタッフがあー状況をお聞きしてご相談乗らせていただくこともできますし。 またはね僕ら講師が直接いなくても、えー、基本的に各地本校には、まあ、税理試験のシスステムによく精通ししたスタッフが常駐してます、まあ、例えばあの新宿本校なんかではあのー、実際に自分がね会計士受験経験があるとかあまさに今受験勉強やってるとかっていうスタッフもいますから、えー、そういったね えー、受験に対してはある程度精通してるスタッフもおりますんで、まあ、そういったものなどにねご相談いただくということも全然可能だとは思いますからあぜひですね、まあ、そういった機会を積極的にご活用いただいてね、えー、前向きにね、えー、来年の試験に向けて挑んでいただきたいなと思います。でねねいい最初にもちょっっと言ったけど、ね、あのー 今回残念な結果になってしまった方、まあ、それは当然一生懸命やった結果の残念な結果っていうのはやっぱり自分にとっては答えるに決まってますだからもう僕も分かります経験があるから分かりますけどもただね変に楽観視する必要はないとは思うけどもただやっぱり皆さん方があー受けている税理試験っていうのは難関なんです難関なんです1回も落ちずに全部ね 五科目揃って漢方ですなんていう人の方のが少ないんです。ね。で、じゃあ、そういう先輩たちもみんなね、厳しい思いをしながら、何回も辛い思いをしながら。五科目揃えて漢方に乗っておられるんですよ。でしょ。そうなってくるとね。じゃ、その人たちは何を考えているかというと、やっぱり。残念な結果になったときに。まあ、程度のね、違いはあるかもしれないけど、やっぱり、ああ、残念だった。 じじゃあ来年も全く同ススタンスで勉強しましまょう、まあ、結果そこに行き着く人もいるみたいだけども多くの方々はやっぱりねどこののの部分分分が自自にとっってて弱点ななかっていう自分なりの整理把握はやってますでその整理把握をした上でじゃあ次はここの部分を是正してみようとか補完してみようとかいうことを考えながら、まあ、次の試験に挑むとこういうことをやっぱり繰り返していらっしゃるんでねあのー、工藤業だけど難関試験なんで残念な結果が出てしまう時っていうのはもうあるんです。 だから変にね変に、えー、これを自分の中でね、えー、深くおなんていうのかな重く受け止めすぎる必要はない、ねまあ、当然楽観する必要もないけども重く受け止めるすぎる必要もない自分がダメだなんて思う必要はない、えー、そうじゃなくて税理試験というのはやっぱりね、えー、ちゃんと正しいやり方で自分なりの正しいやり方で勉強準備を進めていけば絶対結果出ますからねでそういうもんなんで、まあ、その ね、合格という結果を出すためにねじゃあ今年はこういうスタンスで勉強してこういうふうに実際時間をとってやったけども自分なりにここが反省点だからじゃあそこをどう改善しようかなでその改善をするためには日常の生活の部分でどういうふうに時間のやりくりを図ってみようかなこういうたところをやっぱ考えていくわけですよ。ね、でそれを合ってる合ってないなんていうのはねこれ誰にも分かんないです。分かんないです。自分にとって合ってて合るかかどうかなんですね でそれはもうご自分でしか考えられないことなので、ね、少し僕らがアドバイスというか、ね、ご助言差し上げるということはできますけども、ね、やはりまずは主体的に皆さん方がお考えになるということは大事なのでその過程でねこれでいいのかなとか、ね、こういうスタンスはどうなのかなというのが出てきた時には、まあ、僕らの、ね、こういった相談会なんかをぜひご活用いただきながらあー前向きに、ね、次に向けて頑張ってほしいと。 いいうふうふに思いますまあ今のね点数の状況なんかも一つ言いましたけどもまあ50点台とかでやっぱりねあの不合格っていう方は非常に悔しいと思いますよ。悔しいと思うけどただ間違いなく言えるけどねあの50点台で不合格だった方々なんて合格ラインに乗った方々とほとんど差なんかないからね。ないんですよ。だそれはある意味え悔しいだろうけども自信を持ってもいいんだよ。 もう自分は本当にいい結果が出なかったからこれで自信持てって言ってもなかなかそうはいかないかもしれないけどね55点です56点ですねこういった点数取ってる方々っていうのはですねほぼ受かってる方々と違いなんかないですよだって回答枠1個か2個の差ですもん逆に言えば難関試験の税理士で今もうそこまで持ってこれたんだっていうことはそれはねなかなかそうは思えないかもしれないけど僕から言わせればそれはある意味自信を持っていいとこなんですよじゃああとの ね、回答枠3つなのか4つなのか分かんないけどそれをねしっかりと整えるためには来年何をすするかなんです、ね、どういうふうにやっていくかなんですもうすぐそこなんだから合格ラインなんてそうでしょおお今の話じゃないけど4つか5つ回答枠ちゃんと合わせればもう超えちゃいますよ合格ラインでしょねもうそこまで積み上げてるんだからやれますからねっ だからそういった部分も含めてね、えー、何か疑問点とかあやっぱりね自信がないとかあると思うんで、まあ、そういった部分についてはねあの積極的に、まあ、ご質問ご,対、えー、ご相談いただければね、まあ、僕らの方でもおアドバイスといったら本当おこがましいですけどお話しさせていただくことはできますんでね、まあ、ぜひね、えー、ここは気持ちを切り替えていただいて、ねまあ、この年末年始はね えー、少ししゆっくりしていただいてもいいと思います、ね、いいますと思うけどもまあ来年こそねえー、オリンピックイヤーにまあ自分はボキロン合格したんだ財票合格したんだその他の税法でもいいけど合格したんだねこれやっぱりずっと記念に残るじゃないですかねえー、それに向けて ね、ぜひ前向きに準備の方をね進めていいただければと思いますはい少しね、えー、取り留めのない話にはなってしまいましたがあ今回の試験の結果を受けての、まあ、対策ということで少しお話をさせていただきました是非、まあ、皆さん方前向きにねいろんなことをご検討いただいて、まあ、繰り返しになりますがあ何かご相談等ございましたらですねお気軽に私どもの方にご連絡いただければと思います、えー、以上もしまして本日のガイダンスは終了です皆さんお疲れ様でございました